はい、おはようございます。あ、音入った。よかった。はい、今日は、月曜日、8月の26日の月曜日でまた暑くなっておりますが、浴衣にしようかなと思ったんだけど、長襦袢着たくて着物にしました。はい、トスコハの色襦袢新色です。なんかね、スマホの色合い、調整してる方とかいろいろいらっしゃるんで、この色結構グレーに見えるっておっしゃられた方がいたんですけど、グレーってこれなんですよね。一応これ何度色を目指した色なんですよね。青なんだけど、一滴緑が入ってるような感じです。ちょっと違うのがわかるかな。トスコハの色襦袢、ニャン襦袢です。これがね、もともとのトスコハの色襦袢のグレーです。これ色違いわかるかなと思います。はい。なんでどっちかっていうと、青、落ち着いた、これ明るい青、落ち着いた青。これ深緑。ちょっと近いでしょ？こうやって合わせると。そんな感じの色なんですよ。襟が紺色なんで、ちょっとわかるかな、これでと思うんですけれども。はい、トスコハの色襦袢は新色です。今日の着物は、綿色のかが染めにします。はい。天気33度、割に暑い日になります。台風が、なんか、到着時間がずれまくりみたいな感じで、だいぶ今、最初の予想とだいぶ違う速度になってる感じなんですけれども、じゃあ台風の前、台風10号の前、あんまり近くはないって感じなんですけど、たまに雨になったりするのは多分その飛んできた雲のせいかなっていう感じですね。で、今日は晴れるそうです。昨日は涼しくなって、涼しくはないんだけど、日差しがなくて、曇ってて、ちょくちょく雨が降るっていう感じだったんですけど、今日は雨は一切降らないみたいなので、気温はぐーっと多分上がると思います。昨日は西茶屋街のお茶屋さんとか、なんかこう東茶屋街じゃないですよ、西茶屋街のお土産物を買えるところの一本入った道のとこに新しくできる、パン屋さん、パン屋井上っていうパン屋さんなんですけど、マネージャーの先輩の井上さんご夫婦が、開かれるパン屋さんの、引っ越しが終わったっていう状態ですね、まだ。店オープンはまだ先なんですけど、釜とかも搬入が終わって、やっと搬入が終わったっていう状態をちょっと見に行って、んですけど、古民家を改造してとても素敵な作りになってました。あの狭いスペースによくあのでっかい釜を入れたなっていう本当にすごいなと思ったけどね、さすがアクティブワークさんだなと思いながら、駐車場がないから私らも西茶屋街の駐車場に止めたらすぐなんですけど、行ったんですけど、駐車場がないって結構行きづらいんですけれども、西茶屋街の駐車場に止めればすぐなので分かりやすいかなと思います。ぜひお近くの方は、9月中にオープンすると思うんで、一度足を運びくださいませ。マネージャーと同じポンパドールを経験した先輩と後輩の夫婦ご夫婦でポンパドール出身です。はい。パン屋さんの職人夫婦さんですね。うちとは違いますね。なので私がパン屋の職人ではなかったのでまあパンは作れるようになったんですけど、私は全く違う仕事をしてて、家業になることによってパンを覚えたっていう人なので、うん、ちょっと違いますね。職人夫婦ですね。うちとはちょっと違う。2人とも職人っていう。で作る系統とかも全然違うんですよ。本当に全然違うんですけど、なんか知らないけどなんだろう、なんか仲がいいんですそういうのはありますよね。うん、まあ食のね好みなんでね、結局はね。はい、今日はこちらです。編み胴帯の猫鈴編み胴帯の黒色なんて言ったらいいんでしょうね。黒とは言い切れないんですけれど、はい、グレーというか、うん、墨色って言ったらいいのかな。はい、それとひびひもの、みかん色です。はい、この色は再販決まってますね。はい、もう購入したい方はもうポチっていらっしゃると思います。値段が変わるので目まぐるしく変わります。うちもそうですけど、仕入れ価格が目まぐるしく変わってるので、どうしてもその価格が販売価格になるときに吸収できる金額ではない状態ぐらい急に上がったりするんで。しょうがないんですよ。今毎度毎度値段が変わってくると思います。まあ久しぶりに金沢の方に行ったんですけど、まあゴミゴミしてますね。車が多い。人と人との距離が近い。あれは田舎の都会だ私たちは田舎の田舎に暮らしてるから、田舎でも便利な田舎に暮らしてるから都会だな金沢は。もう本当に人と人との距離も近いし、もう車の運転でわかる。もう全然入れてくんない。ちょっと路線の車線変更したくっても全然、この感覚だったら普通減速して入れてくれるけどな、小松とかのみだったらっていうとこでも全然入れてくれない。めっちゃいけずってもういけずばっかりするって言ってました運転しながら、まあ、絶対入れてくんない。でも入れてってくるみたいなしょうがないの。ピンクの車だからね、入れてもらえるもんだと思ってね、バッと出てこられるんですよ。可愛い色の車を買おうと思ってる方、そこ覚悟してください。もう絶対に、あ、この人入れてくれるタイプの人だなと思って出てこられるんで、もうそう思って減速するって、もう車出てくるもんだと思って減速して前もって減速する。ほんと余裕がない感じが都会っぽくって、うわ、金沢も都会になったなって、なんか変になっちゃった。そう感じながら行ってましたね。こっちに来るともうパーソナルスペースがさ広くて安心しちゃうね、本当に。駐車場が広すぎるしね、コンビニの。本当に広いの。能美市、小松市、ほんとコンビニの駐車場広くて、まあちょっと狭いところもあるんだけど大概が広いんですよね。結構トラックが走るんでね、小松は。はい、今日こんな感じです。あ、やっぱり襟を入れるといいですね。ここら辺がゆったりして楽だわ。はい、今日こんな感じでございます。うん、黒い帯は合いますね。締まりますし、時期的にも使いやすいなーって。まあどの色も今回濃い色なんで使いやすいと思います。まだ暑いだろうし、どうせ。もう場所によってはほんと11月ぐらいまで編み戸帯でもいい時もあると思いますんで、余裕を持って使えていいね、色が暗いと。はい、こんな感じです。足元は恵比寿旅さんの旅。うん。で、今日はあんまりアップにしすぎてないんだけど、いつもよりはちょっと高めに、結びました。やっぱちょっと襟足厚くて、うん、汗かくので、ベタベタするんでね、こんな感じに仕上がっております。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。襟をね、何にしようかなと思っていろいろ合わせてたんだけど、やっぱり帯が濃いと濃い襟の方がバランスが取れるなと思って、着物は明るいしつってこの色を結局また出したんですよ。本当は違う長襦袢着たかったんだけど、ちょっと襟と着物が同系色すぎてバランスが、帯のバランス取れないなと思ってこれにしました。はい、まあ暗い襟、明るい着物、暗い帯っていうのは割に合わせやすいかなと思います。はい、ちょっとクーラーつけさせていただきました。はい、そうですね、うん、新しいお店がオープンするのを見に行って、ああ、なんか自分たちがねオープンした頃のことをふと思い出したり、うん、なんかいろいろ感慨深いものはありましたね。ちょっと珍しくよく喋った日だったような気がします。ちょっと Google フォトのと SD カードの関係性がちょっとうまくいかなくて、それも聞いたりなんだりとかしてたっていうのもあるんだけど、なんか珍しくよく話をしていたような気がしますね、昨日は。うん、ね、なんかね、長く暮らしててもね、喋ることってあるよね。なんだかんだね。うん。そうですね。場所は西茶屋街なので、畳瀬さん、リサイクルショップの着物のね、畳瀬さんの近くですね。うん。それこそ、西茶屋街の駐車場に止めたら、すぐ止めれる。行けれる、歩いて行けれるみたいな感じですね。本当私の実家の近くでもあるんですけれども、あそこら辺は本当にゴミゴミしてますね。はい、まあ、すぐ片町繁華街っていうのもあるしね、うん、本当に交通量が石川県の中でも、うん、ずっと多いというかね、うん、かなり多い地域ですね。はい、なんか懐かしいんだけど、なんていうのかな、銀行がスーパーになってたりとか、本当にお店が変わってるから、慣れ親しんだ道なのになんか慣れ親しんでない感じ、うん、だからもちろん街の匂いも変わってるし、ふるさとの生まれ育ったところの近くなんだけど、うん、なんかすごく、うん、懐かしさに戻れるという感じはないですね。それぐらい本当に変わってますね、私の実家の周りも、はい、むしろ今暮らしているところの方がなんか幼い頃に嗅いだ香りがずっとするので、常に癒されるっていう感じですね。田んぼがあってね、夜は草の匂いしかしないっていう草の匂いと虫、あれね、ホウホケキョウって鳴く、違う、ホウホケキョウって鳴くセミ、違う、ツクツクボウシだ。ツクツクボウシって鳴くセミはいるじゃないですか。あのセミがうちの壁に止まってましたね、この前。あれ、これって結構野や山じゃないと聞けない声なんじゃないのかなと思いたいなここは野や山なのかみたいな感じでしたそう、ツクツクボウシはもう、もちろん鳥ですね。ホウホウケキョウ鳥ですけど、ホウホウケキョウも聞きますよ、本当に。あと、ホウホウって田舎あるあるの鳥の声も聞きますしね。もう鳥の声、虫の声、草の匂いで充満ですよそういうのが一番安心するかなっていう感じはしますね。はい、もうまた新しいお店オープンしたらね、行ってきたいなーっていう話をマネージャーとしてたんですけれどもね、まだ売り場ができてない状態でしたね。どんな風なお店になるのかなね、楽しみという感じです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。綿炉についてですけど、綿炉そんなにもね涼しさに優れた着物ではないので、やはりちょっと着るとほっこりあったかくなってくるので、ちょっとクーラー必要ですよね。30度あるとねっていう感じの着物ですね。そうね、やっぱ綿朝とかの方が全然通気性がいいので涼しく着れる、こもらない、っていうのはありますね。ただまあ着れなくはない。暑くなったら帯取って、まあとりあえず帯お腹冷やせば、お腹に扇風機ふわーって当てたりドライヤーの送風バーって当てて熱飛ばしちゃえばまあいいかみたいな感じで、思ってきました。多分外出て帰ってきたら汗止まんなくなるし、でもそれ浴衣着てても同じなんですよね、結局は。そして洋服でも汗止まんないですよね。本当に湿気が多くって汗が止まらないからあとは更年期だっていうのもあるのかもしれないんですけど、あんまりホットフラッシュにはなってない方なんですけど、でもなんか自分の温度調整に今ちょっと自信がないんですよね。自分が正常なのかっていう感じなんで、年齢的にね、だから自信を持ってないので、暑くなったな寒くなったなっていうのが、自分の体調も加わってることなんだろうなみたいな感じでゆるーく受け止めてますでもなんか私暑くて汗止まんないや更年期のせいかなとかって言ってたら、隣のマネージャーがうわー暑いってほぼ裸同点でいたりすると、私全然ホットフラッシュじゃないんだみたいなずっと汗かいてる人が隣にいるからちょっとよくわかんないんですけれども、本当マネージャーは本当に暑がりさん、年取って寒い時は寒がりさんになったんですけど、若い時は寒い時も暑がりさんだったから、本当に暑がりさんなんですよね、根っからの。本当最近やっとちょっと下着じゃない感じで寝るようになったけど半袖のね、捨ててこの素材の半袖のあるじゃないですか、あれと捨ててことで寝てますけど、私はもう長袖で寝てます、相変わらず長袖でダブルガーゼのパジャマをさらに着て寝てるので、いや、こんなに寒がりになると思わなかった。やっぱ寝室にクーラーをつけたっていうのは随分変わりましたね。あれがなかったらめちゃめちゃ寝れない日々だったと思うんですけど、寝る寸前までクーラーつけといて、寝る時にバッと消して寝るんですけど、やっぱり湿気が多いんでね、クーラーがないとちょっとね厳しいですね、寝るところに楽させてもらっております。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ちょっと近所のお仕事もしなきゃいけない、やらなきゃいけないことはあるんですけどね、なかなか進まないお年頃です。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、皆様もあまり無理なさらずに、楽しく、暑かったり暑いと本当イライラするので、あんまり詰め込みすぎずゆるくやっていきましょう。はい、それでは皆様良い一日を。喋る人今打ち合わせ中、はい、ながら LINE オープンチャット綿棒ありがとうございました。